吉さん、すごいですよね。まあ、人ってのは24時間っていう時間が一日に与えられて仕事に使える時間っていうのがね実はそんなに多くないんですよね。多くないけども時時間間とととか12時間働いいいてらっしゃる方が多いということですよねまあでもこの10時間12時間なんですけども本当にね朝7時起きて8時ぐらいから始めて夜の 7時8時ぐらいまでやらないといけないものなのかなと。うん。私、店舗をやってる時に感じたんですけども、店舗の営業って大体日中じゃないですか。深夜ってのは店舗を使ってないんですよね。なのに家賃は1ヶ月分来るわけですよ。だから、思い余って、深夜は何かにビジネスに貸せないかなと思ったぐらいなんですよ。まあ、家賃のことを考えていくとね、本当に使ってない深夜でも家賃が発生するってことを考えたら、 どうにかならないかなと思うんですけども、まあ、人間の体もね24時間あってなんかそのいつでも働けるようにななったらどんそれがだからインターネットのおかげでこうやって可能になったと今深夜の3時半ですけども、まあ、これも言ってみれば仕事ですからね集客の一端であり自己発信の一つでありねこうやって億万長者合宿のやり取りであろうと他のウグイスパンを食べる動画であろうときっかけとして私と出会って。 そのずっとずっとずっと先に商品の販売っていうのがありえるわけですよだから。となるとですねいつでも仕事ができる環境をインターネットが与えてくれてるのに日中しか仕事ができないチャンス、まあ、そういったものに関わり続けるとどういうことになるかっていうとやっぱこう日中の仕事ってライバルも多いわけですよね。同じような時間帯に電車に乗って同じような時間帯に通勤して同じような時間帯に営業がやってきてみたいな。 でも深夜っっっててどううなんですかねこうやってインターネットを使重、ね、い目をこすりながらねスマホやパソコンやってて、まあ、基本的にライバルは少ないわけですよでインターネットで発信してる人の中から選別をして情報この人の情報受け取ろうかなこの人の商品買おうかなみたいになるわけですよねでちょっとね今平たく考えてみたんですけども FX 関連の商品ってあんまり売られてないのかなって私の目に飛び込んでこないだけかもしれませんけども一時期みたいにねメルマガでいろんなものが届いたりとか YouTube 開いたらプロダクトロンチがあったりとかみたいな時代でもないしそもそもインタビューあっても野つさん以外なんか全然知られてないっていうのかねうーんチャンスじゃないかなと思うんですよ単純にインターネットで発信することってどうせみんなやめてくるでしょね 吉谷さんと私が億万長ル合宿とかイリュージョンとかやってましたけどもまあそういうところでね稼ぎたいんだって人が今どうなってるかですよ。何で稼いでますかね。うんまあ継続なくして稼げるものがあるっていうのはすごく羨ましいことですよね。私たちはこうやって継続してもね来年とか再来年とかその次っていうのはまた別のことを考えてやっていかなくてはいけないですし変わらないことっていうのは継続して発信すること。 ここはもう変えられないですよね。でも、中身っていうのは、あの手この手で変えていかないといけないですよね。うん。あ、ということでね。うん。なんかこの、ま、時間ですよね。時間っていうのは、昔はお寺で金をドーンとついて、一日が終わることを知らせたらしいです。お寺のお金がドーンってついたらね、除夜の金ってのもありますけども、 まあ夕方になったらお寺の鐘をついてあ今日も一日終わるんだなっていう風に食卓を囲むみたいなまさに時っていう感じは寺が一日を伝えるって書くんですよね、うん、なかなかうんちくのある言葉じゃないですか時ね時間ですよね、うん、今年も終わりですねもうねお疲れさまでした